おたかぶそんな感じかな、だいたいそんな感じで分かりました。分かりました。ゆいちゃんなんかある何ですか。株の魅力。え、株の魅力なんか時間時間を、うん、さっきも言っとったなとだから、まあ、例えばゆいちゃんやったら、うん、フェラーリやったっけ。あ、フェラーリみたいな、うん、鑑賞用フェラーリ欲しいわけよ。乗らないけど、鑑賞用フェラーリ欲しいわけよ。でもフェラーリなんて普通に働いたら絶対買えないわけよ、サラリーマンでは。そうやね。よっぽども大手のね、そういうことも金融とか入らないと買えないわけやけど、投資家やったら23歳でも買えるわけですよ。そういう意味でも、ね、やっぱ魅力、欲しいものを、まあ、まあ単純に物欲っていうけど、物欲でを満たすためにでも全然いけるわけ。そうやね。いいと思うよ。制限がなくなるからね、欲しいものなんでも買えるようになるから、そんなのもあるかな。だからすごい夢はあります。そうやね。メイクアップアーティストで日本一やとかやったらまあ億単位稼ぐやろうけど、でももうほんの一握りやもん。投資やったら別に日本一じゃなくても億稼げるからね。全然稼げますよ、よく僕が言う県大会レベルですよね。あ、そうそう、県大会レベルで、メイクアップアーティストはもうオリンピックレベルで多分1億稼げないと思いますけど、メイクアップ界のね、トップじゃないと。やっぱ芸能人でも株やってる人多いですもんね。まあまあそうですね、ある程度お金が出てきたら、それをさらに資産運用という意味で株やってる人多いね。銀行預け取っても増えへんからね。そうそうそう、もったいないってなるやん。あとみんながそのお金ができてから投資やろうとするから、そこでバーンって、ま、負けるというのが多いよね。修行とかしてある人とか、年取ってからお金がある程度資産に余裕ができて、でドーン突っ込んでドーン負けて、で辞めていくっていうパターンがすごい多いんじゃないかな。経営者とかお医者さんとかね、弁護士さんとか羊かぶってる人とか俺はまだ若かったからでもその40超えてぐらいからその投資チャレンジしてそんな目にあった人ってもう再チャレンジ多分しないんや。じゃあ神尾テレビ見てくれたらすると思う。あ、そうですね、もう一回頑張りましょう。まあ、とあもうちょっとじゃあ言うと、投資は全然年齢関係ないし、むしろ年いってからのが有利です。なぜならメンタルが強なってるからね。多少のことは揺れないメンタルになってるんで、ある意味年いってる方が全然勝てるようになります。ちゃんと勉強すれば、まあ、一緒ですけど若くても。なるほど、ね、若いうちはやっぱり七節さんもそうですけど、もう行ったれ精神が、行ったれ精神あるね、ちょっと巻き込んできたら行ったれになっちゃう。行ったれ精神しかないよね。まあ、そこがちょっと年齢重ねていくと、やっぱいろいろ経験、社会経験積むで落ち着く、ね、落ち着いて、まあ、ちょっと自制心保てる人多くなるんで、全然年とか関係なく、むしろ年っていうのが有利なことは多いです、ね。なるほど、なるほど。あの、年取る、取ってきたから涙もろくなるっていうのはあれなんなんですかね。全然関係ない。あれはでも感情が動きやすくなったのか、涙腺が緩くなったのか、丸くなったとかもあるんじゃないですか。丸くなった、いろんな経験をしたから共感できるのも増えたし。ああ、そういうことね。もう、そう、僕もすぐ泣くけどね。あ、すぐ泣く、毎週ジャンプで泣いてる。ジャンプで泣くなジャンプはな、最近犬飼い出したらね、もうペットの見たらすぐ泣く。りょうさん涙とか出なさそう。